はよう。今日はね、12月25日の金曜日の、まあ、朝6時17分ですね。今日はなんといってもこの東京での仕事の最終日ですね。もうラジオも消さずに行きますよ。今日は普段ずっと聞いてるラジオね、この1年以上ずっと聞いてたね、この英語のラジオをね、スピードラーニングのように。まあそんなことはいいんですが、まあ今日最後ということでね、出勤ですよ。朝6時、ちょっと明るくなってきたね。家出るときはやっぱ真っ暗だから、もう本当にね、夜ですよね、まだ。まあとりあえずちょっとね、頑張りますんで、頑張ります。はい、午前便が終わりました。12時半ぐらいですかね、終わりました。午前の便が残すはあと午後便のみ。あとちょっと頑張るぜ。じゃあ安全運転で帰ろう。やっほー。こんばんは。12月25日金曜日の夜でございます。平山茂です。皆さんお疲れ様でした。終わりましたね、今週もね。本当にお仕事お疲れ様でした。まあ来週もね、もちろん土日お仕事という方もいらっしゃると思いますし、まだ来週もね、月火と28、29ぐらいまでね、まあ30まで仕事、31まで仕事という方ももちろんいらっしゃると思いますけれども、頑張っていきましょう。残りあと少しです。2020年が終わりますよ。明日お休みとかね、あさってお休みという方はぜひ何かね、思い出に残るようなことをしていただきたいなと思います。僕はもう日々、最近はもう怒涛の忙しさで、明日もちょっと早朝からね、冷蔵庫と洗濯機をちょっとリサイクルの処理場というか処理するところまでね、車に積んで持ってったりとか、まあやることいっぱいですが、多分それも全てね、いい思い出になるんじゃないかなと思っております。大丈夫ですよ、大丈夫ですからね、大丈夫。うん、ちょっとここ口内炎になりまして痛いですけれども、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫、大丈夫。うん、気にしない、気にしない。痛いけどね、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、今日ね、誕生日の人がいるでしょう。クリスマスの日に誕生日を迎える方がいます。いやー、めでたいね。うん、めでたい。誕生日おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。痛い。うん、ハッピーバースデーを歌ってあげたいぐらいだけど、ちょっとあんまり口を動かすとやっぱ痛いですね、口が。うん、誕生日おめでとう、大丈夫だからね、大丈夫、大丈夫、おめでとう。本当にいい一日、明日もね、明後日も、まあ、引き続きいい一日、いい一日を過ごしていきましょう、一緒にね。僕もいますから。はい、ということで今日の動画は、まあ、朝の出勤から始まってますけれども、まあ私も仕事納めということで、1年ちょっとなんですけれども、今のお仕事、辞めることになりました、今日で。で、また実家の名古屋に戻ってからはまたね、まあ同じ配送は配送なんですけれども、ちょっと会社が変わったりとかね、内容がちょっと変わったりとかしますけれども、また一からね、チャレンジしていきますよ、私は。皆さんも、引き続きね、お仕事を頑張っていきましょう、一緒に。頑張りましょう、頑張りましょう。楽しいことが待ってるから。大丈夫、大丈夫。本当に大丈夫だから。12月26日、土曜日の夜にまた会いましょう。それでは、おやすみなさい。また明日。痛い。笑うと痛いです。痛い。いい。またねー。また明日。